ワキパウのスプレーの上げ方、簡単な方法を伝授します。こんにちは、レイトプロジェクトの滝沢健一です。キロの雪降りました、おめでとうございます。見てください、はい、ワキパウいっぱいあります、はい。まあ、そんな中ね、カメラマンをやってくれてる拓蔵さんからリクエストがありますので、今日はワキパウのスプレーの上げ方を行ってみたいと思います、はい。こっち側ね、レギュラーだったらこっち側のつま先側のエッジでパーンって当ててスプレー上げる方法、これをお伝えしていきます。まずね、これ2種類大きく分けるとあるので、それをお見せしたいと思います。まず1つ目はこんな感じで板を振ってスプレーを上げる方法です。見ててください、こういう風にね、板を振ってスプレーを上げる方法。もう一つは板を踏んでスプレーを上げる方法です。アルカラパウダーあった、板を踏んで、はい、スプレーを上げる方法ね。この2つがあります。2つ目の板を踏むのはどっちかといえばこのカービングに近いような感じの動きになっていきます。今日は結構簡単にね、一般の人でもトライしやすいこの板を振ってやる方法をねお伝えしていきますので、ぜひね真似してもらいたいなと思います。はい、板を振る動きが入るので、こういうように練習をしていってください。まず雪ないところで全然 OK なので、そこでこういう動き、上半身先行でターンを入れていく、上半身先行でターンを入れていく、この動き、これをクイックにやってきます、はい。上半身先行、上半身から先に回していくね。この動きが肝になります、はい。この動きをいかに瞬発的にやるか、そうするとこういう動きになります。上半身から入っていって瞬発的に行ってくる、はい、こんな感じね。ここで大切なのが、最後のつま先側のエッジに乗った時に板をガッと立てて急ブレーキをかけるような感じをする。そうすることで雪を掘り上げていきます。見ててくださいね、はい、急ブレーキかけます。上半身先行で入っていって、ここからギュッと、はい、このように板を立ってブレーキをかけてあげてください。でその時に、はい、上半身を起こしていく、起こしていくと今度はその急ブレーキがかかったところから上半身が先行して谷側に倒れていくようになるので、今度進み始めます。見てくださいね、はい、つま先かかと、そしてここからつま先でブレーキをかけながら起こしていく、はい、今のように上半身を起こしていってあげてください。そうすると今のように板が走り始めます、はい、最後のつま先のエッジをかけてこのギャッてブレーキ、ね、ブレーキに合わせて上半身を起こしてあげるね。そうするとそのブレーキがかかったところが解放するときに勝手に板がね上半身についていって走っていくような感じになります。そして次大事なのが手です、はい、手ですごいバランスを取るのがこれ結構大切になってくるので、目線、上半身を先行させるのに合わせて手も、はい、一緒に動かしてバランスを取っていきましょう。特に最後のブレーキかけるとこ、ブレーキかけるところで上半身をグッと逆反りさせるね、カービングでいったリーンアウトの姿勢を取ってあげるようにする。そうすることで上半身が谷側にね落ちていく姿勢になります。はい、手もちょっと注目してみてくださいね、はい、はい、手もこのようにいって、ここからはいこのようにしっかりとリーンアウトの状態を作っていってあげる、はい、でこれをパウダーに当ててみたいと思います。見てくださいね、はい、脇パウに当てる、はい、そうすると今みたいにスプレーが上がります。もう一回当ててみますね、はい、このやつはスピードがなくても瞬発的に板を立てることで上げれるのが結構特徴的なので、こういう緩斜面でも脇狙ってあげて簡単に上げることができます。では少しスピードつけていきます。スピードをつけていくとこれがまた大きく変わっていきます。はい、こんな感じでね、はい、なってきます。でもう一つ、スピードが速くなってきた時はブレーキをかけた時の圧力が強くなると思うので、その圧にバランスが、その圧力によってバランス崩しやすくなるので、こういうのも意識してください。伸ばしてグッとブレーキかけていったら、今度板を戻すとき、縦にするとき、今度膝をスッと縮めてあげる、ね、ブレーキをかける
縮めて板を発射する、この動きです。見てくださいね、はい、脇パウに狙ってこう当てたと縮む、ね、縮んであげるとこうやって板が走りやすくなる動きになっていきますので、ぜひですこの動き、まずはここでポンとこういう動きを練習したいね。こういうふうにシュッといけるようにね、板を真横に瞬発的にできるように上半身を先行させて動かせるように練習してあげてください。あとはブレーキで、それが組み合わさることによって雪がバッと、ね、上がってスプレーになっていきますので、ぜひ練習してもらいたいなと思います。でエントリー角度によっては正直その時に残っているパウダーの量であったりだとかスピードだったりとか斜度によっていろいろ変わってくるので、これはねちょっと経験値の中でいろいろね試してもらえたらなと思います。はい、今回以上となります。長い時間お付き合いで本当にありがとうございました。次回またお会いしましょう。レイテプロジェクトの滝沢健一でした。バイ。